サリバントイン百8 6 4ウィリアム・スターリング・サリバントは、アメリカ合衆国のコケ類学者である。オハイオ州のフランクリントンに名家に生まれた。オハイオ大学、イエール大学で学び、1823年に学位を得た。コケ類の専門家となり1万8000の標本を集め、280のコケ類の新種を記載した。1845年に、 アメリカ芸術科学アカデミーの会員に選ばれた。没後の1898年にサリバントモスチャプターとして設立された研究会はサリバントモスソサイティーと改名された後、1908年にアメリカセンタイル一医学会となった。雪の下かの植物の俗名、サリバンティアに懸命された。三度結婚し、妻の一人には植物画家のウィーラーがいる。 息子のトーマス・スターリング・サリバントは、ライフ氏などに挿絵を描いた有名な漫画家であり、ひ孫のターシャ・チューダーは、絵本画家、挿絵画家、演芸家として知られる。サルは、植物の学名で命名者を示す場合に、ウィリアム・スターリング・サリバントを示すのに使われる。ありがとうございます。